日本に遊びに来たい人たちも、香港で暮らす日本人も、みんな気になる今日本はどうなってるの？イベント満載の冬、リエの日本大捜査、ウィンターバケーション in Japan。 今週はジャパナビ、誰でも気軽に行ける鉄道の旅、途中下車、北東北から北海道へ、第13章、函館。先週は青森県を離れ、特急スーパーしらとりで北海道上陸。今週からはこのロマンチックな街、函館観光スタート。まずはこちらの歴史的建造物、旧函館区公会堂です。ヘイスティン、ハローミス、メイアノーユーネーム、マイネームイズイリサバ、オーナイストゥミニッユー、アンドミミー。ハハハハ、ベインテレスティング。ユーアーミー、アイアンジョニーメイカー。オー、お酒大好き。そうです。あら、聞けないってくなっちゃった。なくなってる。どうですか、かっこいい。いいですよね。うん、今日は特別許可でこの衣装を着て、この素敵なお屋敷の中を歩きます。特別許可ではないよ。誰でもできる。はい、め、そう、1000円を出せば変身できます。ガンペン、あとメイクしたければ追加1000円出てきます。安いね。で、ここ、この着たまま歩いてもいいの？大丈夫ですよ。しかも自分のカメラで写真撮るんですよ。撮り放題。そうですよ。やったー。ごめん、これから案内してあげますよ。ちょっと待って。何ですか？それは特別許可がある。あ、そうですか。今日は特別に館長の大西さんが案内してくれます。大西さん、こんにちは。こんにちは、初めまして。館長の大西です。どうぞよろしくお願いします。案内をお願いします。はい、任せてください。ここはですね、100年前に建った、100年前、公会堂ですね。公会堂は何ですか？はい、公会堂はですね、市民が集まる場所。市民ホールみたいな。シティホール。そうですね、シティホール。シティホール。はい。いろんなことをやってますね、ここでね。100年前に。100年前から。今も当時のままのものが残ってたりするんですか？はい。たくさんありますから。これから、紹介しますよ。おー。ここは何ですか？ここはですね、商業会議所の事務所ですね。昔の商業会議所っていう 商売をやってた人たちがここに集まっていろいろ会議を持ったり、したんですね。いろんな大きな商談がここでまとまったり、そうですそうです、函館の歴史がここで動いたりしてた。もしかしたらそうかもしれないですね。もしかしたら、はい、じゃあ上行きましょう。はい、はい、おお、ポコロボチみたいですね。なんか急です。スリッパ抜けちゃった。スリッパ抜けちゃった。大丈夫ですか、お嬢様？大丈夫よ、ジョニーメーカー。100年の歴史を感じる重厚な階段を上ると、そこにあるのは、ここはですね、大正天皇が泊まった時に使ったトイレです。それトイレとお風呂です。お風呂があるということは泊まられたということですか？はい、大正天皇が皇太子の時に3泊してるんですよ、実はここでね。はい、その3泊のために作った、はい、そう、このそのためだけに作ったんです。へぇ、その後は一切使われてない。一切使われてない、はい、当時のまま。その通りです。使いましょうか。はい、ジョニーメーカー、 I'm so sorry。 Let's go, sir。 ヒゲソーリー。ヒゲソーリー。はい、そったそった。お、いろいろ可愛いね。ありますよ。はい、で、ここが今言った天皇が泊まった部屋ですね。あ、泊まられた部屋。はい、あのベッドに泊まったって。わー、寝ていいですか？いや、ダメダメ。エリサバ、3泊したそうですからね。はい、大変豪華な館が並んでおります。天井も素晴らしいでしょ？本当だ。はい、フランス製 のシャンデリアですよ。フランス製のシャンデリア。はい、当時はこういうものはどこから入ってくるんですか？全部函館で輸入してるんですね。あ、函館から。壁紙だとか暖炉だとかイギリス製。イギリスから。エングランド。うん、ベッドはアメリカから輸入した最高級なものばっかりなんですね、当時としてはね。はい、函館は西洋との貿易がすごく盛んだったんですよね。そうですね、最初に日本が開国した時の港ですからね、一つですからね。ここはレセプションルーム、
素晴らしい家具ですね。これは100年前に函館の家具職人が自分たちで作ったものなんですね。100年前のまま、はい、すっごく綺麗ですね。そうですね、去年買ったうちの家具より綺麗ですでこの建物も日本あの函館の人が設計施工しました。それから相馬さんという方が当時ほとんど全額寄付されてこの建物は建ってるんです。全額寄付5万8000円のうちの5万円をですね、相馬哲平さんという方が寄付されたんですね。5万円ですか？5万円私も出せる当時の5万円です。当時の100年前の5万円、100年前の 5万円、今どのくらいの感じ、ね、もう今これを建てようとすると、はい、十数億円かかるというふうに言われたんですね。十数億円、はい、これは素晴らしいですけれども、でも印象よりはやっぱりあれですね、腰を持ってダンスホールですね。そうでございます。ありますか、ダンスホール。もちろんありますよ。もちろんある、やっぱりあるんだ。はい、はい、どうぞこちらですよ、はい、時は100年前にタイムスリップ、紳士と淑女の社交場へようこそ。おー、広い。これは僕のイメージの中のものです。ダンスホールダンスホールに使われてたんですか？ダンスもしたんじゃないでしょうかね、はい、100年前にはね、うん、はい、他にはどんなことに？ここではね、いろんな展覧会、お花だとか絵だとか、いろんな作品の展覧会、それから講演会、いろんな作家だとかですね、来てここで講演してますね。それから 今でも使ってましてね、土日なんかに市内のグループが行うコンサートをやっておりますから。旧函館区公会堂っていう名前だけど、旧じゃなくて今も使ってる。そういうことです。はい、国の重要文化財ですけどね、はい、あ、景色、海が、海が目の前、うわー、すごい装置、人がいっぱい、あ、これはあれクイーンじゃないですからね、あなたがMy name is エリザベス。 First name はクイーン。いやー、ホーイ様、ホーイ様、レジャーホーイ様、はいはい、いやー、レジャパンの景色や楽しい、すごいですね、この景色。はい、ここはですね、ミシュランのグリーンガイドで二つ星をもらってますから、この眺めね。それから下からの眺めも二つ星もらってますからね。下からというのは、はい、昼間の眺めもいいですけども、夜ライトアップされて大変素晴らしいものが見れますから。へー、ね、下からの眺めも二つ星なんです。下から何を見るんですか？この建物全体を見るんです。下からこの建物を見るのが、はい、それもミシュラン二つ星。はい、そうですね。すごい、すごい、世界に認められた函館の風景。はい、そうですね。ということは函館来るときは必ずここは来ないとダメですね。その通りですよ、はい、はい、一番先に来なきゃダメ、一番最初に来なきゃダメ、ね、そしてここから函館を眺めて楽しい。 Hey Queen Elizabeth、ね、もう時間でしょ？何の時間？わ、晚餐は20分だよ。20分だけ？はい、や、もう返さなきゃいけないの？話しくて、もう、ありがとうございます。現実に戻ります。再び現代へ戻り、次はベイエリアへ向かうのは、函館ご当地グルメの超人気店です。どうかな、ハンバーグ、アイスクリーム。あ、ハンバーガー、アイスクリーム、この店だ。並んでる、並ぼ、並んでいい？はい、いいですよ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。そばですか、うどんですか、豆腐ですか？じゃあ豆腐お願いします。姉ちゃん、豆腐はありません。豆腐はありません。あら、自分で言ったんだ。新人なんで、すみません。申し訳ありません。じゃあ何がありますか？ハンバーガーがおすすめです。知ってるね、ハンバーガーですね、はい、じゃあおすすめがありますか？そのお腹、太っちょバーガーというものをおすすめしたいんですが。あ、太っちょ？フェイジャイという意味になります。じゃあ太っちょお願いします。はい、わかりました。フェイジャイ様ですね。まや、ヤオチョンギバ。フェイジャイ様から太っちょバーガー一つお願いします。はい、かしこまりました。それではお席ご案内しますので、あちらどうぞ。こちらどうぞ。まあ、かわいい。これかわいいですよね。すみません、ちょっと右にずれていただけますか？はいはい。なんで座ってんだよ。楽しいね、ブランコ。ブランコで、あなた誰ファンコが？新人だから。クビよ。よろしくお願いします今いいね。このお店ですごい人気なの。なんで？
日本人の友達に函館行くって言ったらみんなにこの店行くのって言われるよ。あんな人気？そうだよ。だからほらすっごい並んでる。だから僕もう並んだんだよ。なんでカーバスないんだよ。ないよ。このお店は大ミンセンのファンもいっぱいいるよ。そうか。グレイとか。グレイ？人気バンド？そう、すごい大好きなんだって。お、来た！来た来た！わあ！すごい！すごい。二つバーガーです。それからお友達のミクさん、ミクです。あ、どうも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これなんで人気ですか？これはすごい人気です。手作りです。手作り。注文もらってから作るので、ちょっとお待ちいただくけど熱々です。あ、なんか野菜がふわふわですね。そう、野菜はもう採れたての野菜。北海道の野菜。北海道の野菜です。卵も産みたて。産みたて。あ、これですか。これだ。あー、はい、いろいろありますね。これ、あ、おお。何が入ってるんですか。ハンバーグとコロッケと卵とレタスとソースとチーズとハンバーグもう一枚。おー、すごい。これ全部食べたら無料ですか。全部食べるとプレゼントがあります。何でしょう。何ですか。表彰状です。おー、よいよいよ。ペイチャイ、ペイチャイ様、ペイチャイ様、僕ですか。はい、はい、食べたらプレゼントです。食べなかったら取り上げ。取り上げ。そうですか。はい、頑張ります。頑張ってください。これは1日20食の限定です。20食？うん、20個まで。え、超特別メニューだって。こんなにいっぱいで、うん、で、しかも安いんですよね。はい、780円。安い。そう、こんなにたくさん北海道のものばっかり使って。じゃあこれ売り切れてたらもう店を閉店。いえいえ、あの他にも人気があるのがたくさんあります。あ、はい、チャイニーズチキンバーガーとかホタテバーガー。ホタテか。ホタテバーガー。ホタテバーガーではなくてバーガーでございます。おお、楽しい。ホタテは北海道のホタテですよね。そう、噴火湾さんのホタテです。函館？うん、函館の近く。函館の近く、はい、チキンは？チキンは北海道伊達産のチキンです。で、冷凍しないでチルド管理のチキンです。年間に30万個売れてます。30万個。もう本物チンゴの端分の位置。来週は簡単。あ、うわー。ストップストップ。攻撃。釣った後どうするの。これ釣った後どうするんですか。ジャパナビ、誰でも気軽に行ける鉄道の旅。途中下車、北東北から北海道へ。来週もお見逃しなく。